2021年8月25日、26日、煙突町のプペルを舞台にしたキッズミュージカルと、清和源氏を舞台にしたダンスステージが開催されました。今日のために頑張ってきた51人の子どもたち、その挑戦を応援したいと思って、川西商工会青年部は警備員のお手伝いをしました。通常は1000人入るホールですが、コロナ禍ということもあり半分の500席、チケットは売り切れ。ご覧の通り、多くの方に足を運んでいただきました。平岡工業の平岡さん、アニバーサリーボイスの東さん、かき小屋よもだの影山さん、 US ボーカル教室の平井さん、暁システムサービスの横田さん、八百屋ストロングの中田さん、みんな川西市でお店や会社をしている仲間たちです。地域を盛り上げるため、この日は子どもたちを一生懸命応援しました。川西商工会青年部は、自分たちの仕事の傍らで地域のイベントのお手伝いをしたりしています。女性部員も大活躍中です。一緒に地域を盛り上げてくれる青年部の仲間たちを募集しています。よかったらぜひチャンネル登録と動画への高評価をお願いいたします。